皆さんこんにちは、カプリです。今日はモスに行ってきました。いただきます。乾杯乾杯。モスのカフェラテです。それととびきりチーズバー、とびきりチーズハンバーガー、とびきりチーズ。やっぱモスの周りは匂いがすごいですね。おおおお、ハンバーグ飛び出してますよ。とびきりチーズって溶けてるんじゃんと、チーズ。いただきます。うん、久しぶり食べたモス。マックばっかりだったから。うん、美味しいね、やっぱりね。美味しい。これはお昼かな。お昼食べてないんで、今3時半なんですけど。今日は早く風呂に入ろうかなと思ってお風呂に今沸かしてます。チーズ溶けてるやん。うん、美味しいチーズ。溶けてしたんや。今日はね、天気悪かった。チーズ溶けてるだん。だん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 。溶けて飛び出してるじゃん。食べれないじゃん。うん、おいしい。マックもこうやって曲げる人のストローならいいのにね。今日も何もなかったよ。ユーアリンコ、ツーロリンコ、トーロリンコっていうのを探したけどなかった。あれなんだっけな。あれもこんにゃく畑かな。知らない？この CM。自転車に乗った女の人が、合ってるか分かんないんだよ。トゥーロリンコ、チュールリンコ、トーリンコとかなんとか言って、自転車でこうして歌いながら来るんだよね。そしたら男の子が変な歌って言って、はいって言ってそのゼリーを渡すんですよ。それが食べてみたい。どこに売ってんだ、見つけらんないのかな。うん、あー今日はね、雨が降ってまた寒くなるんだろうなね。だんだん秋になってきて、冬の気配がしてきて、今年最初の雪の花をっていうのが、そうなってくんだな。うん、ほんと美味しいよこれ。
濃いよね味が。うん、夜ご飯はねカレーとか買ってるんだ。ビーフシチューとかカレーとかレトルトのご飯とか。うん、ごちそうさまでした。食べる動画です。今日は皆さんは何をしましたか。はあ、またデビューしますね。バイバイ。バイバイ。じゃあね。